ダンテ・エクザムは、オーストラリア・ビクトリア州メルボルン出身のプロバスケットボール選手。NBA のヒューストンロケッツに所属している。父のセシル・エクザムも元 NBA 選手だった。幼少の頃からバスケットボールとオーストラリアンフットボールを楽しんできたエクザムは、元 NBA 選手の父を追うべく、キャンベラ大学入学時にバスケットボールに専念。その傍らで、 オーストラリア国立スポーツ研究所でスポーツ選手としての修行を積み、2013年のナイキフループサミットにも出場するまでに成長した。これで自信をつけたエクザムは NBA に挑戦することを決意。2014年の NBA ドラフトにエントリーした。全体5位でユタジャズから指名され、ルーキーシーズンは全82試合にフル出場した。 2015年8月5日、オーストラリア代表の合宿中だったエクサムは、スロベニア代表との練習試合で、左膝を負傷。その後の検査の結果、全十字人体を断裂したことが判明。オーストラリア代表での活動はもちろんながら、NBA2015 から16シーズンの全球を強いられ、2016から17シーズン開幕戦で復帰した。しかし、 2017年10月6日のフェニックスサンズとのプレシーズンマッチで左肩を負傷し、2017から18シーズンは再び全球になると報じられた。2019年12月24日、ジョーダン・クラークソンとのトレードでクリーブランド・キャバリアーズへ移籍した。キャバリアーズでのデビュー戦となった2020年1月5日のミネソタティン・バーウルブズ戦で、 キャリアハイとなる28得点を記録した。2021年1月、キャバリアーズとブルックリンネッツ、ヒューストンロケッツ、インディアナペーサーズの4チームが絡む大型トレードで、ロケッツに移籍することが発表された。オフェンス力は平凡だが、堅実なディフェンスを評価され、守備的チームのユタで、出場時間を得ていた。二千十二年から各世代の代表に招集され、二千十四年、 フィババスケットボールワールドカップでフル代表デビューを果たした。しかし2016年のリオデジャネイロオリンピックの出場は前述の重傷からのリハビリ中との理由で事態を表明している。父のセシルはノースカロライナ州出身のアメリカ人で母もアメリカ人である。セシルはノースカロライナ大学在学中にマイケル・ジョーダンやジェームス・ウォージーらと共にプレイし、 1982年の NCWA トーナメントで優勝を経験した。セシルは、その後 NBA では、デンバーナゲッツなどでプレーし、1991年からオーストラリアでプレー。引退後もオーストラリアに定住している。ありがとうございます。